さて前回大好評につき急遽始まったゆりぱの FF102 クイズ第2弾、優勝商品や正解者へのご褒美グルメなどが追加され、真のヒロインの座をクイズで争っていたわけですが、ゆりぱの3人は今回も珍解答連発。ちなみに2問目を終えて3人の得点はこんな感じ。それではスタート。マイク青木、マウイカ松本、めぐみ豊口、真のヒロインは誰だ。 FF テッツクイズユニパーラストバトル。はい、それではですね、続いて3問目の方に移りたいところなんですけれども、実はですね、今日はスペシャルゲストをお招きしております。拍手でお迎えください。来ましたけれども、まあ、FF といえばパーティー、はい、というわけであなたたちにですね、この方たちとパーティーを組んでもらって、ここからの問題はパーティーで答えていただくような感じになります。やったやったやった、助っ人ですよ、助っ人。やったんだけど、ね、超嬉しい。今役のですね、青木さんとパーティーを組んでいただきますのはこの方です。はい、前の方で。あ、怖い人だ、怖い人だ。ただいま、ただいま。はい、ということで、熱い、ティーダイク主役の森田正和です。よろしくお願いします。木村ちゃんのパートナーはティーダイクの森田、正和という誠一君です。いやいやいや、誠一と書いてますね。あ、ですね。はい、続きましてですね、はい、じゃあそのリュウ君、松本さんのパートナーとなるのはこちらの方でございます。今日は私の主人公誰だよ、相談に来たんですけど、そうだキャラ言うんです。そういた、いない。リュック、さっき喜んでたけども、この輪っかさんが来たんじゃちょっと心配だな。リュックのパートナーは輪っか役の長谷さんです。豊口さんのパートナーはこちらでございます。こちらの方です。うわ、かー、怖っ。このパートナーは嫌だ。いかに帰りたい。あの役しかですよ。ということで、ここからは3組のチームバトルで真のヒロインの座を争っていただきます。第3問は各チームお二人ね、それぞれ別々に答えていただきますが、その回答が2人とも正解してたら正解。えっ、ー、嘘。だからどっちか片っぽが合ってて片っぽ間違いはダメ。えっ、ー、厳しい。オッケーですか。いや厳しいっていうか無理あってそんな。まあ無理かどうかをやってみるとして、第3問の正解者へ与えられるご褒美グルメはこちら。古くは徳川御三家の時代から親しまれてきたと言われる紀州名物柿の葉寿司でございます。この問題ですね、 VTR で出題されますが、我々とゆかりの深いこの方からの出題でございます。それでは皆さん VTR の方ご覧ください。 VTR どうぞ。はい、皆さんこんにちは、ゆるうこと夏木りおです。今日私も参加したかったんですが、だって楽しそうなんだもん。ちょっと人がいけなくなっちゃったので、問題で参加させていただきたいと思います。それではちょっと難しいですが頑張ってくださいね。間違えたら承知しないぞ。おときなさい。魔法に関する問題よ。FF シリーズを通じて私たち魔導士の間で究極の魔法と呼ばれてきた魔法があるの。これがそのスフィア映像。偉大なる白魔導士ミーウ様が命を懸けて封印を解いたという伝説が語り継がれているわ。じゃあ問題、この魔法の名前は何でしょう。はい、じゃあ
ちゃダメですよ、分かってるね。はい、ルル役の夏木リオさんからの出題でございます。シリーズを通して究極の魔法と呼ばれている魔法の名前をお答えください。この問題は2人の答えが一致して正解ですので、あ、ヒントはね、ヒントだぞ、1個だぞ、ヒント、うん、ヒントは超当たったんだけど、うーん、みたいな感じ。じゃあお答えどうぞ。まあ僕かわいそうだから、じゃあどっちかだけ正解した場合もなんかちょっと食わしてやるよ。 Yeah! Yeah! Yeah!まずはじゃあ青木さんチーム、ゆなちゃんチームの方から見ていきましょう。じゃあはい、答えを出してください。はい、はい、ちょっと、ちょっと、ちょっと頭の上にこう出してください。はい、どうなの、違う、そんな魔法知らねえ。はい、青木さんは何ですか。結構間がちょっとちっちゃい、歩けぐらいな、歩けぐらい、歩けで、でも森田はこれあんねえ、はい、魔法取っちゃうから。そう、現代前から。そう、かなりの物理攻撃で。何でそう。あれだって現代の魔法ですよ。はい、じゃあ続いてみましょう。はい、リュックチームでは松本さん、中井さん。常に泣き顔やる。はい、じゃあ見てみましょう。じゃあ頭の上、はい、答え出してください。ヒントで分かった。せーの、ドン。アウアウアウみたいな、アウアウアウと究極、それ何て言うの、究極召喚、間違いない、若干カンって言う、でもなんか分かるでしょ、分からんことはない、究極召喚、ショーロメンって感じ、ショーロメンなるけど。じゃあ本命のね、パインチーム見てみましょう。マジで、はい、頼むで、ほんま、ではフリップの方、問題はバラン、フレアじゃないの、違うわ、迷った、違うわ。じゃあ正解の方ね、ルール VTR でどうぞ。では正解の発表、正解はアルテマ、英語で究極を意味するアルティメットから名付けられた魔法というわけ。ワッカ、ちゃんと正解できた？できてない。以上、ルールからの問題でした。皆さんちゃんと答えられたかな。ではまたお会いしましょう。でもおい、旦那はな、アウアウアウ。はい、というわけで正解はアルテマでした。というわけで、この問題の正解チームはなし、ユナチームとパインチームは惜しいを1つ獲得、爆笑コンビのリュックチームは面白ポイント2個ゲット。そして見事正解した青木さんと石川さんはご褒美グルメを獲得。これ醤油いらない、葉っぱごと食べてください。じゃあ葉っぱごといただきます。いただきます。いただきます。何だこれ、弱気、あ、ブルーこぼしてる。何、お味の方はいかがですか。美味しいですよ、これ。それではですね、第4問の方に参りたいと思います、はい、ね、まあ、お寿司も美味しかったですけども、まあ、お腹空いてるお前ら血色児童のためにですね、続いても素晴らしい美味しいグッズ、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 グッズじゃなくてグルメね、グルメ、はい、というわけで4問目のご褒美グルメは4種類の味が至福の時を与えてくれる至福まんでございます。ちなみにこの問題は正解した2チームがグルメを獲得できる先手必勝の勝ち抜けクイズです。これね、勝てば天国、負ければ地獄です。地獄に落ちるのは1チームだけです。頑張ってもらってくださいね。もうすぐ出ます。やる前から諦めちゃってるけど、でもチャンスは平等にあるからね。頑張ってくださいね。はい、今度はですね、挙手で発表してもらいます。分かったら、分かったら、問題聞いて分かったら、はい、高いな声で、一応多分高いところで、一つ目の問題はスピラに生息する動物に関する問題です。スピラにはですね、このようにこういますね、これチョコボ、うん、ご存知ですよね、うん、チョコボですね。知ってるよ、言っちゃダメじゃん。いや、これ問題じゃない。それ問題にしてよ。チョコボですね。はい、それから、うん、あれシカーフなーるーっていう、な、ちょっとウケたな。スパーフいますね、うん、はい、それではここで問題でございます。ダダーン、
ピラに生息するこの動物、この名前は何でしょうか。はい、分かった人手挙げて。ヒントヒント、これ何だっけ、これ何、鳥鳥鳥の名前、ホニャララ、ホニャララ、ホニャララはこう、なんていうかな、ここって、あ、なんてし、せっせっ、はい、いた、はい、アドムさん、どう、世界でしょ、スピラースピラーバード、スピラーバード、後ろから失笑が出る。残念、違います。エロは次は合ってる、スピラーは合ってます。はい、他にスピラースピラー、はい、それいい、なんか相性っぽい、相性スピラースピラースピラーチ友達かスピラッチ、ヒントヒントヒント、あなたとあなたとあなたは何だ、青木さんの方が声を聞かせた、青木さん、あ、そうか、はい、はい、あ、そうか、なんだっけ、え、3、2、1、スピラー、スピラー、あ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 、スピラカモメ、正解、正解です。見事リュックチームがご褒美グルメを獲得。いただきます。あ、次出せ、次、はい、次出せ、じゃあ、見たらええやん、お父さんも、ね、お父さんもちゃんと食べてるとこ見てもね、はい、中井さん、あ、美味しそう、うわ、今反応考えてるじゃん、自分でリアクションやらしいよ、めちゃめちゃこうリアクションするね、美味しい、普通じゃん、どうですか、肉は美味しいですか、まだ肉が出てきてないはい、じゃあ続いての問題に参りたいと思いますね。はい、もう一問はですね、これ VTR を見てお答えいただき問題です。ではですね、 VTR の方をお願いいたします。あー、来ちゃったよ、やだー、もうやだー、雷やだー、はい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 、あ、あの、じゃあ、とこのあの、お父さん、はい、リュックは、はい、あの、お兄ちゃんにサンダーを浴びせられた、正解です。兄貴にサンダーを受けたからでした。というわけでパインチームがご褒美グルメを獲得。ユナチームは何もなし。ちょっと召し上がれ。あ、なんかね、焦げがあるの。あ、ほら、焦げが。私、肉まん。もうダメ。焼きそばまん。え、焼きそばまん。これ黒豚まん。黒豚。うめえ。あーっと残念、時間切れ。ちなみに4問目を終えて各チームの得点はこんな感じ。ジンオー、ついに真のヒロインが決定。大混戦のクイズバトルを制するのは果たしてどのチームか。それじゃあ来月もお楽しみに。